ミハイル・セルゲイヨビチゴルバチョフは、ソビエト連邦及び、ロシア連邦の政治家。ソ連最後の最高指導者で、ソ連共産党中央委員会初期長、第11代最高会議幹部会議長、初代最高会議議長、初代ソビエト連邦大統領を歴任した。歴代の最高指導者で、唯一の存命者であり、葛西長女である。 1985年3月11日にソビエト連邦共産党書記長に就任し、内政では停滞していたソ連の政治経済の抜本的改革を目指しペレストロイカとクラスノスチを断行し、外交では新思考外交に基づき東ヨーロッパの民主化革命を支持して冷戦を終結させた。しかしソ連国内の民族主義を抑えることができず、 保守派と改革派に国内の政治勢力が分裂する中、1991年8月の8月クーデターを招き、新連邦条約締結に失敗した。結果として、ソビエト連邦共産党の一党独裁制とソビエト連邦そのものを集結、崩壊へと導くこととなった。1990年にソ連で最初で最後となる大統領に就任し、同年には、 ノーベル平和賞を受賞した。西側諸国などでは広範な人気があり、ゴルビーの愛称で親しまれるものの、ロシア国内などでは、アメリカ合衆国と並ぶ、超大国であったソビエト連邦の崩壊とその後の、国力低迷の責任者と目され、評価が分かれている。1931年3月2日に、ロシアソビエト連邦社会主義共和国の、スタブロポリ地方プリボリノエ村にて、 コルフォーズの農民の子として誕生する。幼年時代に、ヨシフ・スターリンの大粛清に遭遇する。この時、祖父のアンドレイがサボタージュの権威で投獄された。1941年に、独祖戦が始まると、農業技術者だった父親のセルゲイ・アンドレイビチ、ゴルバチョフが従軍した。1944年に、夏の終わりに、父が戦死したとの通知がもたらされたことで、 一家は、悲観にくれたが、本人から無事を伝える手紙が3日後に届いた。スタブロポリ地方は一時期、ナチスドイツ軍に占領されている。戦後、14歳で、コンバインの運転手として働く一方、成績は優秀で、上級学校で、銀メダルを授与された。18歳で労働赤旗勲章を授与される機会に、恵まれ、1950年、19歳の時に、 スタブロポリ市当局の推薦で、モスクワ大学法学部に入学した。同大学在学中に後に妻となる哲学科の学生であるライサマクシーモブナチタレンコと出会う。5年間の大学生活中にゴルバチョフはストロミン科学生宿舎で生活するが、その間にチェコスロバキアから留学していたズデネク・ムリナー氏と出会う。ムリナー氏は、後のプラハの春の推進者の一人となり、 その後のゴルバチョフに大きな影響を与えた。1952年10月、ゴルバチョフはソビエト連邦共産党に入党する。1953年9月にゴルバチョフとライサは結婚し、大学卒業と同時にスタブロポリに移住して農業の勉強をする。1957年に娘のイリーナが誕生。大学卒業後にゴルバチョフはソビエト連邦。 検察庁の国家試験を受験する。一旦は内定を受けたが結局不採用となり、故郷のスタブロポリに戻って地元のコムソモール活動に従事し、初期になった。やがてスタブロポリ地域の農業行政官となり、畜初期に昇進した。正直で改革の志のあることで名声を高め、出世の階段を駆け上がった。年に、 スタブロポリシコムソモール第一書記、1962年にスタブロポリ地方コムソモール第一書記、1966年にスタブロポリシ党第一書記、1968年にスタブロポリ地方党第二書記を経て、1970年にスタブロポリ地方党委員会第一書記に就任し、1971年には40歳で党中央委員に選出される。 この間、スタブロポリ農業大学の通信課程で学び、1967年に科学的農業経済学者の資格を得ている。ゴルバチョフがスタブロポリ地方の当官僚として海底を登り始めた時期は、ニキータフルシチョフ第一初期のヒスターリン化が実施された時期であり、ゴルバチョフにも影響を与えたとされる。この間、スタブロポリ地方第一初期経験者の ミハイルスースロフや、同郷のユーリアンドロポフの地偶を得たほか、同格の地方共産党の指導者であった、ボリス・エイリツィンや、エドワルド・シェワルナゼラと交流を持つに至る。1978年11月、休止した、ヒョードル・クラコフ政治局員、初期の公認として、当中央委農業担当初期に抜擢される。ゴルバチョフの初期への任命は、中央委員会総会において、 万丈一致で承認された。ゴルバチョフと妻のライサは、モスクワに引っ越し、国家から邸宅が与えられることになった。1979年には、政治局員候補として政治局入りする。彼はその新しい役職で、しばしば1日あたり12時間から16時間、働いたという。この際、ゴルバチョフは、過度に、中央集権化された国の農業管理システムに、 対する懸念を強めていき、1978年の中央委員会で問題提起を行った。彼は他のソビエトの政策についても問題意識を持ち始めた。1979年のソ連軍によるアフガニスタン侵攻も誤った政策だと考えていた。しかし、時に彼は公然と政府の立場を支持した。例えば、1980年10月に、 ソビエト政府がポーランド政府に対して同国内での批判意見の取り締まりを要請した際にはそれを支持した。そして同月の党中央委員会総会で史上最年少の政治局員となる。1982年のレオニード・ブレジネフ初期長の死後、ユーリ・アンドロポフが初期長に就任する。ゴルバチョフはアンドロポフが自由化改革を実行することを期待していたが、 同書記長は人事異動のみを実施した。ゴルバチョフは政治局内におけるアンドロポフの最側近として、時には同書記長の指名により政治局会議の議長を任せられた。アンドロポフはゴルバチョフを自身の後継者に考えていたようであり、ゴルバチョフに農業以外の政策分野へも携わらせ、経験を積ませた。1983年4月には、 レーニン生誕113周年記念集会での演説を任せられた。1983年にカナダを訪問し、カナダのピエール・トルドー首相と会談する。この時に中カナダ大使で、後にゴルバチョフの側近としてペレストロイカを牽引するアレクサンドル・ヤコブレフと面識を持つ。さらにイギリスを訪問し、マーガレット・サッチャー首相から彼となら、 一緒に仕事ができますと高い評価を受ける。1984年にアンドロポフが死去すると同書記長による後継指名にもかかわらず、ゴルバチョフは書記長に選出されなかった。中央委員会の多くは53歳のゴルバチョフでは若すぎであり経験不足であると判断したことに加え、改革派であるゴルバチョフの選出を保守派のニコライチーホノフ首相らが 堅くなナに阻んだためである。代わりに、初期長となったのは、アンドロポフの性敵で、保守派のコンスタンティン・チェルネンコであった。しかし、就任当初から病弱であったチェルネンコは、直々に、ゴルバチョフを事実上のソ連ナンバー2に当たる、第二初期へ指名し、自身が不在時にはゴルバチョフをもって、中央委員会の職務にあたらせるなど、ゴルバチョフの役割は拡大していくこととなった。 そして、ゴルバチョフは、次第に改革派としてその名が知られるようになる。1985年3月、チェルネンコの死去を受けて、共産党書記長に就任する。高齢の指導者が続いた後でもあり、若い指導者への期待の大きさは、プラウダーが見でのゴルバチョフの写真が死去したチェルネンコより、大きかったことにも現れていた。ゴルバチョフの有力なライバルとしては、重工業、 軍事工業担当初期のグリゴリー・ロマノフがいた。しかし、ロマノフは代わりに、モスクワ島、第一初期のビクトル・グルシンを推薦するが、アンドレー・グロムイコ外相、第一副首相らの推薦を得たゴルバチョフが勝利した。推薦演説をしたグロムイコは、諸君、この人物は、笑顔は素晴らしいが、鉄の刃を持っていると語った。ゴルバチョフは、初期長就任後、 鉄の葉にふさわしい人事刷新をやつぎ早に行う。自身の公認の第2書記には、エゴールリガチョフを当て、政治局員権イデオロギー担当書記に加え、第2書記に必須の最高会議連邦会議外交委員長に選出した。対抗していたグリシンとロマノフ、老齢のチーホノフ首相を解任し、共産党中央委員会書記のニコライルイシコフを公認に当てた。また、 クロム以降最高会議幹部会議長にし、新たな外相には、グルジア党、第一初期だったエドゥアルド・シェワルナゼを抜擢して、内外を驚かせた。また経済担当の閣僚では、コスプラン議長、ニコライ・バイバコフを解任し、後任に、ニコライ・タルイジンを任命した。軍部や、地方の共産党幹部も、大幅に入れ替えられて若返った。 初期長就任当時のソビエト連邦の指導部就任一周年時のソビエト連邦の指導部本人の南ロシアなまりに、加えという言葉を多用、正規的なロシア語表現ならば、となるが、多少の違和感を覚えるこの語感にはむしろ、モスクワの間で流行。次第に行き詰まる改革に合わせるかのように、自分の思い通りとは違う方向へ、物事が進んでいる状態の意味を含んで、 使われるようにもなった。初期長就任から8ヶ月後の1985年11月、スイスジュネーブにてアメリカ大統領のロナルド・レーガンと米ソ首脳会談を行う。この会談で核軍縮交渉の加速、相互訪問などを起こしとする共同声明を発表した。1986年4月、ゴルバチョフはロシア語で立て直し、 再建を意味するペレストロイカを提唱し、本格的なソビエト体制の改革に着手する。4月に発生したチェルノブイリ原発事故を契機に、情報公開を推進する。当初、レーガンや西側の保守派は、ゴルバチョフの意図はアンドロポフが施行したような従来の社会主義の修正、あるいは社会的規律の引き締めに過ぎず、西側に対する軍事的脅威はかえって増大されると危惧する。 警戒、会議論を持っていたが、ペレストロイカの進展とともに打ち消されることになった。経済改革では、社会主義による計画経済、統制経済に対して、個人営業や共同組合の公認化を端緒として、急進的な経済改革を施行するようになり、1987年8月に国営企業法を制定した。ペレストロイカは、 次第に単なる経済体制の改革、立て直しにとどまらず、ソ連の硬直化した体制、制度全体の抜本的改革、革命へ移行し、それに伴い政治改革、ソ連の歴史の見直しへと進行していった。その中で、自らが電話で、その解放を伝えた、サハルフ博士をはじめとするソ連国内の反体制派が政治的自由を獲得し、 スターリン時代の大粛清の犠牲者に対する名誉回復が進められた。ゴルバチョフは自身をソビエト連邦の崩壊のその日まで共産主義者と規定していたが多元主義、新思考、欧州共通の家、新世界秩序といった新たな価値によって国内政治及び外交政策において大胆な転換を実行していった。アメリカのロナルド・レーガン大統領とともに INF 全廃条約に署名するゴルバチョフ1986年7月、ゴルバチョフはウラジオストク演説でアフガニスタンからの撤退と中粗関係改善を表明した。10月にはアイスランドのレイキャビクにおいて米ソ首脳会談が行われた。アメリカのレーガン大統領が掲げていた戦略防衛構想が障壁となって署名はなされなかったが、 戦略核兵力の5割削減、中距離核戦力の全廃について、基本的な合意は成立していた。このことが、1987年12月に成立する中距離核戦力全廃条約につながってゆく。1988年10月、ゴルバチョフはグロムイコの引退に伴って、最高会議幹部会議長に就任し、国家元首となる。 同年12月、最高会議を開組し、人民大議員大会を設置する憲法改正法案が採択される。この頃より、主級派に接近を余儀なくされる。1990年3月、求心力が低下したゴルバチョフは、複数政党制と強力な大統領制を導入する憲法改正法案を人民大議員大会で採択させた。三月十五日、 人民大議員大会において実施された大統領選挙において、ゴルバチョフは初代ソビエト連邦大統領に選出されたが、ゴルバチョフがロシアに導入した1991年、ロシア大統領選挙のような直接選挙ではなく、人民大議員大会による間接選挙で選出されたことは、ゴルバチョフの権力基盤を弱める要因となった。 副大統領にはシェワルナゼを候補に考えていたが、シェワルナゼは、独裁が迫っている都市級派に対する危機を訴えて、1990年12月に、外務大臣を電撃的に辞任して、世界中を侵犯させた。ゴルバチョフは、ゲンラジー・ヤナー F 政治局員を副大統領に、指名した。一方で人格面での問題を求断され、 リガチョフとの争いに敗れて、モスクワ市共産党第一初期や政治局員候補から解任されたボリスエイリツインが人民大議員として復活し、1991年にはロシアソビエト連邦社会主義共和国の大統領となり、さらには共産党から離党を宣言して、当該改革派の代表としてゴルバチョフの地位を脅かすようになっていく。マルタ会談にて、 ジョージ・ H.W. ブッシュ大統領と会談するゴルバチョフ国内政策での保守派への妥協にもかかわらず、ゴルバチョフ政権によるソ連外交の政策転換は明確な形で続けられた。従来のブレジネフドクトリンによる強圧的な東ヨーロッパ諸国への影響力行使とは大きく異なり、ハンガリー事件やプラハの春で起こった、 ソビエト連邦軍による民主化運動の弾圧はもう起こらないことを示した。事実、1989年のポーランドにおける円卓会議を起点とする一連の東欧革命に関してソ連は軍事的行動を行わず、1990年には東ドイツの西ドイツへの統合まで実現することになった。ゴルバチョフはベルリンの壁崩壊前に 当時の東ドイツの最高指導者であるエーリッヒ・ホーネッカーに対して国内改革の遅れに警告を発する一方、壁崩壊後に急浮上した西ドイツによる東ドイツの九州合併論やそれに伴う旧東ドイツ領土への NATO 軍の展開には反対したが、西ドイツのヘルムート・コール首相が示した巨額の対ソ経済支援を受け入れることでドイツ再統一に承認を与えた。 冷戦の終結、東欧革命によってソ連は東ヨーロッパでの覇権を失い、各国からの撤退を強いられた軍部や、生産縮小を強いられた軍産複合体の中には、ゴルバチョフやシェワルナゼへの反感が強まり、新思考外交を売国的、弱腰と批判して、共産党内の保守派と接近した。共産党内でもソ連国家における党の指導性が放棄されることに、 警戒感が強まり、従来は改革派、あるいは中間派とみなされていた、ヤナー F なども保守派として、ゴルバチョフを圧迫するようになり、これが記述した、シェワルナゼの突然の辞任につながった。ゴルバチョフ自身も保守派への配慮から1991年2月に、リトアニアの首都ビリニュースで発生したリトアニア、独立革命に対するソビエト連邦軍。 市会警察による武力弾圧を承認せざるを得なかった。また、極東においてもウラジオストク演説以後に緊張緩和が進み、1989年5月に中国を訪問して長年の中蘇対立に終止符を打った。これは64天安門事件に続く学生たちの民主化運動が公用する中で行われた。1990年の湾岸戦争では、 国際連合安全保障理事会で、武力行使容認決議に賛成して、米ソの和解を演出する一方、アメリカとイラクの停戦を仲介した。1991年4月にはソビエト連邦、最高指導者として、初めて、日本も訪れ、海部都市機首相と日ソ平和条約の締結交渉や、北方領土貴族等の問題を討議したが、合意には達しなかった。 1990年11月7日の革命記念日、モスクワの赤の広場で軍事パレードが行われていた時、ゴルバチョフ暗殺未遂事件が発生した。労働者のデモンストレーションの最中、行進の列に紛れ込んでいたアレクサンドル・シモノフは、行進が霊人病に近づくと、ゴルバチョフめがけて2発の銃弾を放った。しかし、弾は外れた。シモノフが、 ライフル銃を取り出して、すぐに護衛に発見され、狙いを定めている間、将校が走ってきて、重心を殴ったため、弾は空に揃れた。下野府は、デモに参加していた群衆に取り伏せられ、すぐさま逮捕された。彼は、1991年のソビエト連邦の、法改善最後のソビエト時代の暗殺者であり、その後4年間を精神病院で過ごした。 ソ連中央テレビは一時放送を中断し、午前11時25分に通常放送を再開した。1991年、ゴルバチョフは再び火事を改革派の側に切る。ロシアソビエト連邦社会主義共和国のエリツィン、カザフソビエト社会主義共和国のヌルスルタン、ナザルバイフの二人と会談し、新連邦条約を8月20日に調印する運びとなった。 ところが8月19日、クリミア半島ホロスの大統領別荘に滞在していたゴルバチョフは、KGB 議長のウラジーミル・クリュチコフ、ヤナーエフ副大統領、そしてバレンチン・パブロフ首相らの国家非常事態委員会を名乗る保守派が起こしたクーデターによって、妻のライサや家族、外交政策担当大統領補佐官のアナトリー・チェルニアエフラ側近たちとに別荘に、 軟禁された。ゴルバチョフが軟禁された際、当然ながら外部との連絡は立たれ、いつ用済みとして殺されるかわからない状況であったが、偶然別荘にあった日本製のラジオがニュースの電波を拾うことができたため、モスクワでエリツィンや市民、軍部がクーデター首謀者側に抵抗していることを知り、救出される希望を捨てなかったという。上記のように国民や 軍部の指示を得られなかっただけでなく、国際社会からも大きな反発を受けたために、結果的にクーデターそのものは失敗に終わり、8月22日にクーデターの関係者は逮捕されたが、その首謀者たちはいずれもゴルバチョフの側近だったため、皮肉にもゴルバチョフ自身を含むソ連共産党の信頼が失墜した。これにより、連邦政府自身の求心力も低下を余儀なくされた。 ボリス・エリツィン8月23日にゴルバチョフはロシア最高会議で今後のソビート連邦と党に関する政権演説を行うが議員たちはゴルバチョフの演説に耳を傾けることはなかった。同時にロシア SFSR のエリツィンはソ連共産党の活動停止の大統領令に署名する。翌8月24日、ゴルバチョフはソ連共産党書記長の辞任と 共産党の資産凍結を発表するとともに、ソ連共産党中央委員会の自主解散を要求し、エストニアとラトビアの独立を承認した。クーデターからおよそ10日後の8月29日、ソ連最高会議の臨時両院合同会議で、パブルフ首相の不信任案が可決され、ソ連共産党の活動全面停止を決定した。同年末には、この時点で、 ゴルバチョフの政治的ライバルであったエリツィンが、ロシアソビエト連邦社会主義共和国のソビエト連邦からの脱退を進めたことにより、ソビエト連邦は崩壊した。12月25日にゴルバチョフは大統領を辞任し、結果的にソ連時代唯一の大統領となった。レーガンの葬儀に参列するゴルバチョフ・プーチン、大統領と握手するゴルバチョフ大独戦勝74周年。 記念軍事パレードに出席するゴルバチョフソビエト連邦の崩壊を不本意な形で迎えたゴルバチョフにとって年金生活入りすることは論外であった。しかしゴルバチョフへは政治への参加を求める声は多く、また世界中の財団や基金の代表への就任や広告への出演の声がかかった。百九十一年十二月より国際社会経済、 政治研究基金を設立、自ら会長に就任した。また、環境問題に主な活動を移し、グリーンクロス・インターナショナル会長として、元地球サミット事務局長のモーリス・ストロングとの地球検証の作成や、アースデーへの署名など国際環境保護運動に積極的に参画した。政治活動として1996年の ロシア大統領選挙に立候補したが、得票率は0.5%で落選した。その後、ピザハットの CM に出演するなど、政治以外の活動も開始する。1999年9月20日、妻のライーサを白血病で失う。最愛の妻を失って、悲観に暮れる姿は、ロシア国民から広く同情を集めた。2001年11月、 ロシア社会民主党党首に就任したが、2004年5月22日には、同職の辞職を発表、事実上の正解引退となった。なお、ロシア社会民主党は、ロシア連邦最高裁判所から解散命令が出され、ゴルバチョフは不快感を表明した。2006年11月には、右系動脈に異常が認められ、ドイツのミュンヘンの病院に入院。 11月21日に手術を受け、経過は良好であると発表された。2007年には、フランスの高級バッグメーカーのルイ・ヴィトン社の広告に登場した際には、脇にアレクサンドル・リトビネンコ毒殺事件を特集している雑誌記事が映っており、ウラジーミル・プーチン政権を案に批判しているとの憶測が出ている。しかし2007年10月20日、2007年、 ロシア会員選挙を目前に社会民主同盟を創立し、結成大会で議長に選出され、就任演説で議会は一党のほぼ支配下にある。左派の理念も自由主義も取り込んだ、幅広いものとするべきだと現状を批判し、政界復帰の意欲を見せたものの、同選挙では、ウラジーミル・プーチン政権与党の統一ロシアへの投票を呼びかけた。コルバチョフはプーチンについて、 ロシアに安定と経済的繁栄をもたらした強いソ連を復活させたとして評価している。しかしプーチンが党首を務める統一ロシアについては2009年に入って AP 通信のインタビューで官僚の党と述べ、さらにそれはソビエト連邦共産党の最悪の形だと批判している。2011年ロシア会員選挙の不正疑惑や2012年、 ロシア大統領選挙の事前審査で、グリゴリー・ヤブリンスキーらが立候補を制限されたことなどを受けて、プーチン政権批判を強める。2012年1月28日、先制を排除し、政治改革を実現するための国民投票実施を提唱する論文を発表したと、インタファクス通信は報道した。2008年に勃発した南オセチア紛争については、8月14日に、 CNN の番組、ラリー、キングライブに出演した際、ロシアの軍事介入は、南オセチアツヒンバリの惨状への対応であるため、ロシアとグルジアの衝突を招いた責任はグルジアにある、と発言した。また、西側のマスコミに対しては、ツヒンバリの惨状について最初しか映し出さず、ロシアのみに、紛争の責任を負わせようとしていると批判した。また、 アメリカが推し進めている、東欧ミサイル防衛構想を批判し、再び冷戦を繰り返さないようにしようと述べている。民主系新聞、ノーバイアガゼータ紙の大株主となっているほか、世界ノーベル平和賞受賞者サミットの公式スポンサーであるイタリアの自動車メーカーのランチアのテレビ CM に、元、ポーランド大統領レフ、ワレサやミャンマーの非暴力民主化活動家であるアウンサンスーチー、 イングリット・ベタイクールなどと共に出演した。2008年9月、ゴルバチョフはアレクサンドル・レベデフと共にロシア独立民主党という新党を結成したことを発表し、2009年5月には活動が間もなく開始されることも発表した。その際に多数の支持者がいることも述べた。これは2001年のロシア社会民主党結成及び社会民主同盟以来、 ゴルバチョフの三度目の政党結成の試みである。2019年に中距離核戦力廃棄条約が執行すると条約の執行は新たな軍拡競争を生み出すと懸念を表明した。また、すべての国が核兵器の廃絶を宣言すべきだとしている。左からブッシュ副大統領、レーガン大統領、ゴルバチョフゴルバチョフに対する評価は二分している。前述したように、 現役当時から西側諸国では絶大な支持がある。西ドイツの首都であるボンに訪問した時など、ゴルビー、ゴルビーと冷戦当時に西ドイツを訪問したアメリカのジョンカイ・ケネディ以来の熱狂的な支持があった。アメリカのタイム誌の特集20世紀の重要人物100人にロシア出身の政治家からはレーニンとゴルバチョフのみが選ばれている。一方のロシアでは 就任当初を除いて在任中から不人気であり続けた。風貌と語り口から典型的な南ロシア出身者とみなされたことがエリツィンの人気を一層引き立てる結果になった。ソ連崩壊後のロシアではエリツィンの姿勢もあって経済、軍事などあらゆる面でアメリカとの国力差がさらに広がったため偉大で強い古き良き時代であったソ連を崩壊させた。 アメリカに魂を売った売国奴という意見も多い。また、ゴルバチョフが政権初期に飲酒制限政策を展開したことで、酒好きで知られるロシア人からさらなる反感を買うこととなった。ドイツのビムベンダース監督の映画、字の翼に乗って、ファラウェイ・ソー・クロースに本人役で出演した。ピーターと狼の CD では、 元アメリカ大統領のビル・クリントンらと共にナレーションで出演しており、第46回グラミー賞で最優秀子供向け朗読アルバム賞に選ばれた。イギリスのテクノグループシェイメンのアルバムにイン・ゴーベ・ショウ・フイ・ミートラストがあり、ジャケットにゴルバチョフの肖像画が使われている。1997年にはピザハットのテレビ CM に出演、また前述の通り、 ルイ・ヴィトンの2007年秋の広告にカトリーヌ・ドヌールやアンドレアガシ、シュテフィグラフ夫妻と出演している。撮影はベルリンの壁の前で行われたが、これはゴルバチョフのリクエストによるもの。出演料は自身が設立した環境保護団体と元アメリカ副大統領アルゴアの地球温暖化防止事業に寄付されたという。1991年4月12日に 当人の名を冠したファミリーコンピュータ用ゲームソフトゴルビーのパイプライン大作戦が特馬書店より発売された。またセガの携帯ゲーム機ゲームギア用ソフトで頑張れゴルビーというタイトルがある。ゲーム内容は主人公のゴルビーを操作し工場内で警備員の目を盗んで食料などの物資を貧しい民衆に送り届けるというもの。なお、いずれのタイトルも 日本のみの発売で、後者はキャラクターを差し替えて、ファクトリーパニックのタイトルで、欧州で発売された。妻との初めてのデートは、日本のコーラスグループ、ロイヤルナイツのコンサートであったと、五木博之に語っている。また、初来日の際、コイン登りを見て、非常に驚いたというエピソードがある。初期長。 ソ連大統領時代の1991年4月16日の19日には日露会談のため来日、海部都市機首相や元外務大臣の安倍晋太郎と会談を行っている。この時同伴したライサプ人の銀座での買い物シーンがテレビを通じて報道され、ソ連国内で国民が経済部長で苦しんでいるのにと不評を買った。政界引退後は、 各種団体やマスコミなどの招きで頻繁に来日し、その都度、テレビ番組などに出演しているほか、地方都市にも足を伸ばし、講演会なども催している。1993年4月には、創価大学、大阪工業大学の両校で講演を行い、同年の創価大学と2003年11月には、日本大学より、それぞれ名誉博士号を授与され、 同年及び2005年5月の2度にわたり、日本大学にて講演を行った。2005年6月に来日した折には、徹子の部屋に出演。また、同年12月にも再び来日し、12月24日、放送の日本テレビ系のバラエティ番組、世界一受けたい授業に講師として出演。同番組内の講義の中で、日本には毎年何回も来ており、 正確な来日回数は自分でも分からないと述べている。同番組では2003年に勃発したイラク、戦争開戦当時はちょうど来日していて、一般乗客として山手線に乗車していた最中にニュースを聞いて、初めて知ったと述べている。ちなみに、この番組には、生徒役として、当時の小泉純一郎首相の長男で俳優の小泉孝太郎が同席しており、 同年9月に行われた第44回衆議院議員総選挙を高く評価した。また、沖縄県知事のオナガ有志と何度も面会したことがあり、2018年にオナガが死去した際には、地元市の琉球新報に追悼メッセージを寄稿した。この他に来日こそしていないものの、2006年の24時間テレビの CM に出演し、メッセージを送っている。 2014年3月28日の笑っていいとものテレフォンショッキングで黒柳哲子が出演した際はゴルバチョフ財団の名義で花を送っている。2009年12月の来日では鳩山幸男首相と会談したほか、1990年より進行のある総価学会の池田対策名誉会長とも対談した。この他に、 明治大学で学生との対話集会を催し、その模様が同月及び2010年1月に、ゴルバチョフ若者たちとの対話として、NHK 衛星第一にて放送された。また、世界一受けたい、授業の2010年新春スペシャルの収録にも、講師として、再び出演した。2010年2月にも、再来日し、関西テレビ富士テレビ系列のバラエティ番組、 スマップスマップのビストロスマップにゲストとして出演、ソ連時代の自分の周囲の出来事をスマップリーダーの中井正宏に語っていた。演説集を出版するなど読売新聞とは関係が深く日本テレビ系列の番組に多く出演しているのもそのつながりである。また、総価学会の池田対策名誉会長とは1990年7月27日に クレムジンで行われた初めての会談を皮切りに、来日時には毎回面会している。逆に、池田名誉会長がロシアを訪問する際にも面会し、ほぼ毎回対談しており、面会、対談の様子は、塩様や、政教新聞社発行の写真雑誌、グラフ SGI などに掲載されている。日本大学名誉博士、明治大学名誉博士、 創価大学名誉博士などの名誉学位を有する。ありがとうございます。